八須賀隆親は阿波徳島藩の第八代藩主、元は佐抜高松藩一門の松平大前家第二代松平大前箇初代の松平島来博の次男。兄に高松藩主松平来官がいる。聖母は佐野氏、署名は松平来親、通称は松之助島。原文元年父。 松平荒井博の家督を相続して、六高三千国。原文四年十月九日、阿波徳島藩主、八須賀総栄の向子養子に迎えられる。養子入りに際し正康と改名する。同年十月十五日、将軍、徳川吉宗に、おまみをし、その返記を受けて、宗鎮に改名。同年十二月十一日、十四日と早と助に除任する。 後に、あわかみに改める。同年12月22日、養父・宗栄の隠居によって、家督を相続する。官方元年12月19日、自重に任官する。法暦四年5月22日、隠居し、弟の雷広氏を、今度は、八須賀家の養子氏に迎えて、家督を譲った。宗沈はそれまでに、八須賀家の血筋から、重則、ついで、 重げを養子師としていたが、重則は創生し、重げは拝着していた。しかし、イタリオは病気のためわずか60日余りで没し、末期養子として、出羽久保田半佐竹家から刺激を迎えることになった。隠居後、宗鎮は通称を木工頭に改めている。隠居後に生まれた息子の旧光は、皇族となった。安永九年八月十七日、徳島において、 死去、六十歳。寛炎三年七月、宗鎮は、幕府から、日光東照宮道者修復の御用を命ぜられた。前回の不審経験者である、越前松平家や元禄、聖徳期のお手伝いである、仙台立家に対し、エドルス教約を通して先格伺いを行い、不審をつつがなく取り行った。その時のエドルス教約は、早見道助と、 長尾茂助の二名。日光お手伝い武神における、家臣団の動員は、数百単位であり、かつ、江戸などで雇い入れた労働者の賃金もお手伝い方の、負担であった。お手伝い武神の総費用は莫大であり、数万両に及んだ。その結果、時代においては、末期王子で迎えられた若き藩主、刺激によって改革が断行されてゆく。ありがとうございます。